今日はありがとうございます。朝日新聞の渡辺と言います。新しいオフィスの広めということでもあるので、ちょっと一部報道で今まで出ている登記の状況について改めてこの場でもしよろしければお尋ねしたいのと、私ちょっとよく分かってないんですけども、売上が日本についてはどんな事業が立っているのかということをよろしければ教えてください。よろしくお願いします。まず登記の件ですけども、ちょっと報道でももう出てるかもしれませんが、8月中に登記は済ませております。で、あと次なんですけど、日本の売上に関しては、今回広告企業が対象ということでしたので、その数字を、当局の方には、提出をしております。言ってなくて追加なんですけども、それも当期の状況は日本政府の方針とか、やり取りによって方針、メタさんの方針をちょっと変えられたという理解でいいんでしょうか。これまでの経緯なんですけれども、方針というか、今までも、ローカルの法人は、あって、で、今回大手の、IT 企業に対して本社の登記を、日本でしてくれるということでしたので、基本的には、従いますということだったんですけども、非常に手続きに、時間がかかったということで、8月いっぱいまでにというところをギリギリこう、間に合わせたという、状況でございます。分かりました、ありがとうございます。ではお願いいたします。フリーランス中山です。よろしくお願いします。日本人の売上広告営業ということでお聞き したいんですけれども、Facebook の、広告投稿、かなり質の悪い、広告が多く見られます。特に詐欺まがいというか、ほぼ詐欺の、広告も多く出ているんですけれども、このあたり Facebook の、メタの方でどういった対応をしているのか、また、ユーザーはどういう対処をすればいいのかというのをお聞かせください。ありがとうございます。非常に多く、お声をいただいている部分では、あります。で、我々として、深刻に受け止めて、対応を、しています。で、これまず、AI そして、人力の組み合わせで、落としていくということをやっているんですけども、プラスユーザーの方々にも、お願いをしているのが、そういうものを 見つけたら、すぐに報告をしてほしいということを、をしております。で、我々努力をしてるんですけども、まだまだ完全に、できてないというところがあって、で、今後も、特に日本において、そういったことをこう対応する、チームを強化していくということを考えています。ありがとうございます。